アスカ、藤原のキュートと、その関連資産群は、ユネスコの世界遺産暫定リストへの追加掲載が、決まった奈良県アスカ地方にある史跡等の総称。2006年11月に、奈良県放課により、アスカ、藤原古代日本のキュートと、遺跡群として、暫定リスト追加掲載の提案が行われ、翌2007年1月23日、文化庁が、 富岡製糸場と絹残業遺産群、富士山から信仰の対象と芸術の源泉、長崎と天草地方の潜伏切り支体関連遺産と共に追加申請を決めた。2020年3月30日、奈良県は2024年の世界文化遺産登録に向け遺産価値を説明した推薦書素案を文化庁に提出したことを発表した。 突起のないものはすべて国指定の史跡である。石舞台古墳、藤原旧跡推薦書原案作成の過程で、顕著な普遍的価値が立証できないと判断され、当初予定していた、厚生資産から除外されたものがある。定林寺石、岩屋山古墳、飛鳥カ東府地球殿後、丸子山古墳、飛鳥池工房遺跡、岡寺跡,跡、上山古墳、 丸山古墳中国や朝鮮半島との国際交流の価値から東アジアの文化と技術交流により古代日本に一大変革を起こした仏性であり東アジア諸国のうち国家形成の過程が明確に分かる唯一無二の資産と位置づけるメインテーマを統一国家日本国の形成と成立都市3つの立料国家の中枢機構の形成過程 国家宗教としての仏教寺院の成立、律令による母性の変化、律令国家形成の主人公の墳母というサブカテゴリーを設けて、隠しさもカテゴライズする。ありがとうございます。